はい、こんにちは、もんかです。今回ですけども、喉を解放していくボイストレーニング紹介していきます。まあ、喉を解放、喉を開ける、あとは太い地声を出すとか、声が詰まってしまう方とか、なんか鼻にかかってしまうとか、喉が苦しいって方にはおすすめのボイトレになるかなと思います。ただし、 出し方としては正しい方向なんですけども実際やってみると結構しんどかったりするのでなんかこの人言っ,て言ってること合ってんのかなみたいなことになるかもしれないんですけどもまあ信じてやってみてもらえるといいような動画でございますのでぜひやってみてくださいでは聞いてください <laughs> じゃあまず結論何をするのかってことなんですけどもガッ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 ガって弾いてほしいですガガッガッガッガーまずちょっとやってみましょうか ガガ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 この時に喉ってなんかこう下に弾かれません？ガガガガガまあ上がる上がるかもしれないですけどポンポンポン上がるかもしれないですけど顎を弾いてるからかもしれないですけどもなんとなく下に落としてるような感じで発生してません？ガガ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 ガこれ間違いが

やることはねシンプルに伝わったと思うんですけどもなんでこのガッガッっていう風に喉を落とすような作業をしたいかっていうとやっぱ歌っててあの喉を上げていくんですけども高い音になればなるほど上がるんですけども何だろうな空気の流れるのがなくなったりとかあとは下げる行為も忘れてしまう方って多いんですよねだから「泣いていいんだよそんな一言に」 僕は救われたんだよ。本当にありがとう。情けないけれど。これ歌えてますよね、別に。一生そばにいるから、一生そばにいて、一生離れないように、一生懸命に気づ、きつく結んだ目が、みたいな感じで、どんどん薄く薄くしていく方ばっかやってる方が多いんですよ。別に悪いことではないです。あの、 高い音になればなるほど、あの、生体を薄くしていく、いくことによって、そのミックスとかミドルボイスとか風に作っていくっていうのは間違ってないんですけども、薄くしていく方ばっかに意識がいってる方が多かったりするんですよね。やっぱ声が重たかったりとか、あのミックスボイスはこういう風に出すもんだっていう風に認識してるから、薄くしていかなきゃ、だから上だとかね。あと高い声上に響かせるようにとか、頭の声を使うようにとか言われてるから、こう頭の方に響かせるようにするために上に、上に意識がいってる方が多い。それでちょっと今回は、 下の意識も大切だよっていうことを伝えたいって感じでございます。はい。それを踏まえてもう一回歌うと、さっきのガッガッガを使ってあげると、一個前の失敗例の時は、泣いていいんだよだったのが、泣いていいんだよ。ちょっと厚みが生まれるという、太さが生まれるというか。そんな一言に、ガッガッガ,ーガッガッガ,ッガ,ッガー僕は救われたんだよ。 本当にありがとうみたいになります。本当にありがとうってなんないというか。一,一生そばにいるから、一生そばにいて、一生離れないように、一生懸命に、きつく結んだ目が、ほどけないように、 みたいな感じで、なんかしっかり声出てるし、太いんだけど、なんか楽そうになってるような感じに聞こえると思うんですよね。さっきの後、きつくむすーんって上ばっかり意識している状態。間違ってはないです。何回も言いますが。はい。これをちょっと入れてあげることによって、あの、地声感も増すし、あと喉も解放されるかなと思います。だって弾いてるから、あ、あ、あ、が、が、が開けてるような状態というか、下げてるような状態なので、あの、あ開放されるかなと思います。 じゃあ実際にボイトルをしていくんですけども、まずはシンプルに好きな音でいいので、ガッガガ弾いてください。ガッガッガガガまあ慣れたら、ガッ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 ガガ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 ガとかやってみてください。ガガガガはい。ガガガガそしてこのガが慣れたら、言葉を変えます。ああああ。ガってやってたものを G を言わずに、ああああ。 なんとなく落とすって鳴らすような感じかな。あ、あ、あ、あ。極端すぎるとこうなる。あ、あ、あ、あなるけど、こんぐらいでもいい。い、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 い。間違いは、い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 、あ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 、下ね。上に上げることによって確かに声帯閉鎖がしやすくて声が安定しやすいとかいろいろあるんですけども、それはそれ。 今回は、今回で、ちょっと分けて、ちょっとややこしいんですけど、分けてもらって、ガガガガああああ、あとはハミングでもやってみると分かりやすいかなと思います。んんんん、だとなんかこう、詰まってますよね。こんな感じこんな感じでいろんん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 ん み、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 に、に、に、ち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 、ひ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 、あ、あ、あ、い、い、い、う、う、う、え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 、お、お、おこんな感じです。そしてこれができたら、もう当然ですよね。音階を上げていきます。ガ、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 ガ こんな感じで、ちょっと今ハミング音外ししまいましたけど、こんな感じで、ガッ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 ガーこんな感じで、ちょっと音外すな。あとはギとかね。ギギ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 ーこんな感じでやってみてください。そうすると結構太く声出せません普通の発声だったら、多分今までの発声だったら、ガガッ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 ガーとか、

こんな感じです。こんな感じです。A4 いけるのかなこんな感じでやってあげるといいかなと思います。はい。高いところは難しかったりとか、あの、あると思うんですけども、まあ、低めからやってあげるといいかなと思います。 そしてここで、あの、失敗する人がいるんですよね。やっぱりどうしても、ガ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 、なんか途中から詰まってくるとか、なんかおかしいみたいな方いらっしゃるんですけども、もう、これは頑張るしかない。一つは。頑張るしかないのと、あと、毎回新しい空気を供給すると思ってください。低いところでちょっと実演するんですけども、成功は、ガ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 ー 毎回、は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 、って吐いてます。が、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 これで音が違うだけ。が、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 こんな感じで音が違うだけ。失敗が、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  ガー、ガー、ガー音だけ合わせに行って空気を吐くことを忘れてしまうと、これ失敗してしまいます。必ず空気を毎回新しく吐くようにするといいかなと思います。もし、あの、連続で、ガ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 ーって言えない方は、ガ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 ー一回ずつブレスしてやってみてください。意外と難しいんですけども、そっちの方が確実かなと思います。ガ、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  こんな感じです毎回空気を吸って毎回空気を新しく供給することによってあ意外と喉をリラックスさせないと声出ないなって思うと思いますガガ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 だとすごく締まってる状態音は出ますよ全然ガガ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 ー全然出ますけどガガ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 ガちょっと音質違いません太さとか違いません なので、ちょっとこっちの練習してほしいなと思ってます。はい。毎回、ガ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 ー、空気を吸って、軽くね軽くね <laughs> とか吸わなくていいんですよ。軽く吸って、リラックスして力抜いて、また新しく空気を供給してあげて練習してあげると、あ、なるほどっていう風に分かってくるかなと思います。あとは、歌に当てはめるだけ。な、い、て、い、い、ん、だよ、そんな、 ひと言に僕は救われたんだよみたいな感じでやってあげるといいかなと思います。泣いていいんだよこんな感じでつなげたりとかね。うー、ううとかつなげられるかなと思います。弾いてたものを滑らかにつなげるみたいな感じです。ちょっとこの辺の説明若干これで終わりするんですけどもつなげられるようにはなると思います。ガッ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 やっとけば。はい。 そしてもう一個ね、失敗パターンがあるんですけども、喉が痛くなっちゃうとか、ただの地声張り上げになっちゃうという方がいらっしゃるんですよね。ガッ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 ガーっていう風にこう、なんかスムーズにこう、登れないガッ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 みたいな、なんか、なんか、ここがただ痛いだけですよ、音形なんて。いう方が多分いらっしゃると思うんですよ。これ、動画見ててやってて。この方は、薄く発生するという練習もしてあげてください。 どういうことかっていうと、メインは、裏声で登っていく感覚がある中で、喉を下げたいんですよ。意味わかんないかもしれないですけども、要は、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 ハこういう感覚で登っていくのに対して、こっちに入れたいって感じなので、練習として、がで、地声が強くなっちゃうとか、痛くなっちゃうって方は、この練習は適してないので、まずは、薄い声で、は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  ははははは。はははははは。は、なんかこう、は、で、なんか、この辺に響くような、なんか、は、みたいな感じの声を練習してあげるといいかなと思います。今やっての、は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 、の方なので。は、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 は。薄くする方が十分じゃないかなと思いますので、しっかり薄くできるようになってから。 入れるっていう風にしてあげるといいかなと思います。多分この動画見て女性とか結構ね、しっかり練習できるんじゃないかなと思うんですけども、めちゃくちゃ喉が重たい男性とかだと、ただただ痛くなったりとか、痛めつけてるだけなんじゃないかなと思うような感覚になるかなと思ってしまうので、その方は薄い声の練習をした方がいいかなと思います。はい。ということで、こんな感じで、えー、以上になります。もうちょっとね、説明した方がいいところとか、まあいろいろあると思うんですけども、とりあえずこれで動画投稿しておきます。 あとは、グッドボタンとか、あとコメントの数とかで、また動画出そうかなとか考えたりとかするので、ぜひね、気になることとかあったらコメントとか、あとなんか痛くなったよとか、その、マイナスの報告も全然してくれていいです。ネガティブな発言とか全然してくれていいので、ぜひね、情報をとにかく、反応がいただければ僕は嬉しいかなと考えております。はい、そんな感じで、ガッガッガッ、うんうんうん、鳴らしながらやってみてください。痛くなったら休憩とかしてあげて、もう一回やってみてください。 今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。あと、レッスンの問い合わせ等ございましたら、概要欄に LINE アウが貼ってありますので、そちらから問い合わせください。失礼します。